フォローしましたらってありがとうございます。え、本当にね、今年はあんまりなんか暑さを感じなかった。暑いんですけど、なんか夏の暑さじゃなかった。まあ多分外出てないからだよね、あんまり。そういうことです。劇場で見るより大人っぽく見えるね、だって。確かにこんにちは。マスク焼けはしてないですね、本当に。ちょっと似てないから。去年は多分なんで焼けたかっていうと、あの夏休み、本来の夏休み中にも学校があったんですよ。自粛中の分があったから、学校に夏も行ってたから、それで焼けてたのと、多分私の焼けるのはこれからなんですよね。そう、体育祭で焼けるからさ、体育祭の練習で焼けちゃうんですよね。困ったもんだ。今日から押します、だって。ありがとうございます。え、ね、なんでアイスもらえるんだよね、なんか上限に達したら。ヨーヨーありがとうございます。ヨーヨーじゃないね、水風船みたいな。ありがとうございます。日焼け止め塗っても余裕で焼けます。余裕で焼けます。こんにちは、テロップ。え、なんか変わった。すごい変わってるわ。あ、また押しちゃった。いやー、アナナも元気です。あ、14歳じゃない、アナ。危な。私は現在15歳です。ハートありがとうございます。うんね、背景も違う。夏休みの宿題は終わりました。でも周りの友達は全然終わってなかった。ふふ。あ、お話しかいかったって、ありがとうございます。本当はね、今日多分今日だよね、今日ツーショット撮影会だったんですけど延期になってしまって、まあでも延期なのでまたいつかを楽しみにしてます。安全第一。私はもう宿題終わって普通に学校のワークを進めてます。はい、普通にワークを進めてる優等生です。リカちゃんが20歳になったら飲みたいメンバー1位はアナちゃん。でもアナお酒飲むかな。でも飲みそうだよね。飲むかな。素晴らしい。そうそう、通常授業2学期始まってから以降の授業のワークを進めてます。お祭り、ヨー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 って言っちゃった。水風船ありがとうございます。白熱と棒の下はしゃぐ君の背中をそばにいた彼がそぼうと抱いたね。なぜだか僕は急にそこにいられなかった。まるで君に恋をしてたように打ち上げ花火は悲しいね。儚
すぎて。水風船ありがとうございます。規則正しい生活はできてますね。花火は終わらない。もうすごい花火すごい。照らされたその横顔、切なくて切なくて、あの空暗くなって、誠実訪れても。今年は浴衣はなかったですかね。あ、ん？ん？去年はすごい青がで着てたんですよね。言われてみれば青がでめっちゃ着てた。音符ありがとうございます。宿題は終わりました。終わりました。浴衣は持ってます。持ってるよ。外の会に着たいなって思ったんですけど、いつまで浴衣って着れるかな。12月に浴衣着せたらちょっとおかしいじゃん。ちょっとじゃないけどだいぶおかしいじゃん。おかしくないのかな。嘘ついて書き終わった。でもなんか自分で着れる浴衣じゃないんですよ。だからどうやってどうすればいいんだろうと思って着たいんですけど、東海で。そう、未来も書きました。日照したかな。でも本当にアイスが美味しかったとかしか書いてないですよ。未来のやつは本当に嘘しか書いてない。風船ありがとうございます。自分じゃ着れないからさ、簡単に着れるやつじゃないんですよ。本当に着付けしてもらわないと着れないやつで、あの青がとかだったら自分で着れるんですけど、ああいうやつじゃないから。ミッフィー焼けちゃう？焼けるかな。可愛いからここ置いてるんですけど。はじめまして、おはようございます。最近は巨峰にハマってます。美味しい。皮むくやつね。窓際の席、あなたが見える。授業中でも気になってしまう。かっこよすぎるその横顔、果てた教科書、先生の視線盗んでちなり、僕切ない。ワンツースリージャイブラブソング。ブドウ狩りはないです。行ってみたい。いちご狩りしかない。あれ、いちご狩りとメロン狩り行ったことあるかな。昔ちっちゃい頃メロン狩り、あ、気のせいかな、覚えてないけど、なんかメロン狩り行ったことあるような気がします。流れた瞬間にキュンとする、あなたがいいね。メロン狩り、ママ行ったって。やっぱり行ったことあるみたいです。風船ありがとうございます。なんか全然記憶に残ってないんですけど、どういう風に撮ったんだろう。確かに自分でメロン切ってよかったのかな。あれ？でもメロンは食べたんですよね。メロン狩りで、メロン狩りだから食べるか。
一番好きなフルーツ、迷うな。うーん、昔は毎年学校、小学校の頃はお弁当に、お弁当っていうか、あの、なんていうの、運動会のお弁当に絶対シャインマスカット入れてもらってた。最近は巨峰の方が好きです。そう、ちっちゃい頃でした、本当に。え、メロン愛知有名なの？自分で知った。シャインマスカット美味しいよね。こんにちは、初見さん、ありがとうございます。あ、そうだったかな。でもパパのメロン食べれないんだよね、確か。なのに行ったのかな、あれ。ヨーヨーありがとう。まあヨーヨーじゃない。水風船ありがとうございます。水風船ってさ、別にそんなに家帰ってから使うわけでもないけど、絶対やり、やお祭り行ったらやるランキング1位だよね。ブルーベリー狩りなんてあるんですか。でもね、おばあちゃんとかと言ったのかな。昔の記憶ってほんとないよね。だってあの一番記憶新しくて昨日とかの。ヨーヨーで合ってるのかな。水風船で遊びましたよね。やっぱり遊ぶよね。ビッタビタになって帰ってくるやつ。最強です。昨日の朝ごはんはこれは覚えてる。バタートースト。最近ハマってるから覚えてます。あのリンゴ飴食べたことない。多分食べたことないです。いちご飴しか食べたことない。いちご飴、いちご飴は自粛中に大ハマりしました。チョコバナナは食べたことありますよ。キュウリの一本漬け大好きだけど、まだ食べれてないですね。じゃあ問題です。デレン、輸送手段と通信手段の発達によって国々の間で人や物などが自由に移動するようになり、世界が一体化していく傾向、何でしょう。タピオカはまたハマってる。てかもう美味しい、やっぱり。いちご飴は美味しい。自分で作れます。すごっ。やな、こんなん絶対3日で忘れるんだけど。絶対合ってるよ。グローバル化正解です。次、個性や文化、国の特色を尊重し合って共に生きる社会、なんでしょう。大喜利ですじゃないんだよ。でもそう、それかも。それ多文化共生社会です。でも答えはそれだけど、わかんない。すごい、みんなすごい。じゃあここのページはもう完璧。ここのページが全然できない。あれ、もう書いてなかった。はい、ここ
助け合い人生、間違いない、正解。意見や利害の違いから問題や争いが起こる状態、なんでしょう。対立です。正解者はいませんでした。晩御飯バトル正解。キノコタケノコセンス、そういうことです。より多くの人が賛成する意見に決める、賛成する意見に決めるという合意のための方法。確かに大喜利にしたら面白いのか。正解、多数決です。爽快、それ正解、じゃんけん。じゃあ問題、明日の天気は何でしょう。あみだくじ。よいよ、ありがとうございます。なんかさ、明日の天気って靴投げて裏か表かみたいなやつで決めませんでした。めっちゃやってた。それで毎どんだけやっても晴れになんなくて、何回もやるっていう。意地でも晴れにしてた。意地でも晴れにしてました。ショールームは先週やってんじゃないかな、多分やってる。そうそう、裏だったらアミみたいなね。エアナの時代でも全然やってた。あとツツジ食べるみたいな文化、通学路のツツジ食べる。面で立ったら曇り、曇りなんて文化なかったんだけど。晴れか雨か、靴なくなったら雪か。そうそう、なんかあんまり味は覚えてないんですけど、みんなが言ってたからなんも食べてた。小学生あるあるね。靴が飛ばしすぎてどっかになくなっちゃったら雪。でもね、それ一回当たったことあるんですよね。確か友達の靴がどっか行っちゃって、あ、これ雪だねとか言ってふざけて言ってたら、次の日雪だった。なんで皆さんも靴なくなったら次の日雪って思えば多分当たる。ランドセルは茶色でした。ランドセル、ランドセル、テキ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 、ランドセル、ランド。かわいい。今でもこのデザイン選ぶと思う。めっちゃかわいい。しかもめっちゃ綺麗なんですよね。我ながら驚いた。まさかそんなことあるわけない。そう、かわいいんです。板チョコじゃないけど、これね、横もかわいいの。こういうチランドセル、
うん、昔は本当に重すぎて重かった。おしゃれ。ちっちゃい。でーん。でもさ、今ランドセルをなんかちっちゃいなんかキーケースにできるみたいなキャンペーンとか、友達それやってて、そんな使い方できるんだって思って、すごいって思った。でもなんかもったいなくて、6年間使ったんだよこれ。なんかもったいなくて、もうどうしようもできないんです。もういつかは誰かに寄付します。東海お願いしますって。そう、6年間使ったからなんか思い出がありますね。あんな雨が降った日も背中を守ってくれて、避難訓練の時は頭を守ってくれて、晴れの日はすっごい汗かいて、時には投げられて、そんな思い出があるランドセルです。あのまあ通学路でなんか一回近くで休憩してたんですよ。まあ、今考えたらすっごいバカなことしてんなって思うんですけど、なんか休憩してて、休憩する場所みたいな、もうお決まりの休憩場所みたいなのがあったんですよ。そこでちょうどプールの時期だったから、ランドセルとプールのカバンをこうやってこうやって登校した、下校したんですけど、あの帰りプールが終わった時ってすごい水を含んでるから勢いに重くなるじゃないですか。それで本当に重すぎて、もうなんかもういいやって言って、もう帰るの、持って帰るのめんどくさかったからそこに置いてった記憶あるで普通に家帰って、今日の洗濯物出してみたいに言われた時にないってなって、って置いてきちゃってた。で結局取りに行った二度手間でもそのプールバッグの形までしっかり覚えてます。ワイルドだったねその頃からかなりワイルドでした。ありましたよ確か。もう場所も覚えてる、あそこだなって、うん、その時から変わらないです思考は。ああ弁当箱ね。ですごい朝気づいて怒られるみたいな。いやなんかもう自分たちで作っちゃった休憩場所みたいなとこがありましたね。好きになったらショールーム参加できるし、ありがとうございます。そういう話でいくと、なんだろう、まだありそうだよね。あのピアノを年長から小5ぐらいまでやってたんですよ。でその本当に嫌で、でも一番長く続けた習い事多分ピアノなんですけど、本当にもうはすごい、ピアノって憧れるんですよ。あなんか習ってる子見て、あいいな、かわいいなみたいな。それで多分自分も習い始めたんですけど、多分本当に向いてなくてピアノが。でなんか毎回1時間ぐらい練習してきてねとか言われるんですよピアノの先生に。一回も練習したことなかったな、あのピアノ。だってあんなに何年も習い続けたのに、中1のピアノの学校の音楽でピアノのテストがあって、それで普通そんだけピアノ習ってたらなんかサザエさんをなんか弾くみたいな、片手でサザエさんを弾くみたいな違ったんですけど、なんか10回ぐらい練習してもできなくて、本当に
見てなかったんだなって改めて思いました。一番ためになった習い事は多分習字ですね。ダンスは習ってなかったです。なんかバレエを、あの踊る方のバレエを年長の時1年ぐらいやってたけど、お久しぶりです。そう、10回やってもできなかったんですよね。ソロバンも習ってなかったですね。でもソロバンは学校でちょっとやったかな。そうです、 HBSK が一番長くなるかも。不意に思い出が始まるでーす。え、待って、アナンが最近友達から瞳を見たとき、ビビッと心に電気が走った。じゃじゃーん、反転してる？してないかな。友達が書いてくれて出航日にくれました。アランの字ではないです。めっちゃ上手だよね。めっちゃ上手、マジで上手。見てるかな、写真送ろう。みんなうまいってコメントしてね。自分、あ、うまいってコメントしてくれた。受けた。オッケー、ありがとうございます。そう、アナの字ではないんですけど、皆さんご協力ありがとうございます。ノリが良くて素晴らしい、ありがとうございます。うまい。そう、アナの字ではないんですけど上手だよね。毎回アナ名前だけ本当に急、もうなんかなんで名前だけそんな。大丈夫です。本当になんでそんなにって思うぐらい。ママ取ろっかってちょっと無理があるよね。アランちゃんは塩のりがいい。でもなんか10期にも言われます。なんかアランちゃんのペンライト振ってる人ってすごいのりいいよね。やっぱ推しに似るんだ。声が若くて姉妹かと思ったって。全然素直になれなくて嘘を見抜いてよ。今日は朝から雲が出ました。イエーイ、花火ありがとうございました。そういうことがあった、はいはい、なんだかんだあっても相談されるって。ここで彼女と目があって可愛いです。悲しませた夜中あった、そっとつぶやかれても薄っぺらな優しさに。またアナンはおばあちゃんにって言われます。また私は傷ついた。こんにちは、お久しぶりです。離れてゆく。え、じゃあ We are Growing Up Coin の中で何の曲が一番好きですか。
詩人、あの詩人か、ダウトと渚、それは完全穴押しだ。拗ねながら渚、詩人、渚、渚、チャイラブ、ダウト、詩人だ。面白い。え、でもよく見てるね。あそこはなるべく今君と見とられること、ダウト、こういう語る詩人になりなくての3曲を続けて聴いていただきました。もう頑張ってる。アナちゃん犬の時、なるほど、なるほどね。ワンワン、ウイニング、授業中もなんとなくあなたのことを考えてしまう、鉛筆が横顔を吸いながらからの渚のイメージが好き。なるほど。あ、うん、あの渚の靴がもう本当に入んなくて、前回の公演もうやばくて、もうずっと足が、あ、もう動けない動けないってなりながら戻ってたんですよ前回。でことで靴のサイズが大きくなりました。次の公演から渚の靴が大きくなります。成長、いやもう飛ばそうか迷うぐらい、もう本当にもう足が無理、痛いよってなってましたね。何センチになったん？でもだ、加入当時よりは多分足が大きくなってんでしょうね。大きくなってんでしょうね。衣装もね、丈がねだいぶ短くなってる、アナとミリーちゃん。でこの間スタッフさんに言われました。なんか、でもね、アナもさ、それぐらい 3.5 とか24とかかな。そうですね、渚の印象が分かりやすいかも。身長も伸びましたね、だいぶ。いやでももうアナも身長はもう怖いですよ、伸びるか伸びないか。いや本当にそうだよ、まあ安全第一ですからね。そう、リカちゃん、そうなの、足のサイズ意外とちっちゃいの、かわいいよね。今は 160.6 ですね。いやでももう次新学期に測るときはもう162ぐらいかな、2いってたらめっちゃ喜ぶ。パパナは高いですね。意外とって、確かに。成長痛はないですね。目標は165。ママのも抜きました。パパのいくつなんだろう、いくつなんだろう、確かに
ジャンプしなきゃ。あの頃の君を見つけたんだ、今に目で思ってた、どこが似ているのだろうと考えてみたけど、ルックスが似ているわけじゃなくて、切なさ、僕の初めての恋は。ふぅ、ヨヨありがとうございます。そうね、フルがね待ち遠しいです。アナもフルを見たいですね。もう遺伝だよね、ほとんど遺伝じゃないですか。身長って遺伝だと思って生きてますけど。フラゲまであと2日。クラゲみたい。それでは今日はこの辺で終わりにしようと思います。はい、それでは来てくださった3262人の方ありがとうございました。コメントしてくださった方もありがとうございます。ギフトと星もありがとうございました。それではまた会いましょう。またな。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。